先月の大雪では、スタックする車両や事故が相次ぎ、各地で大規模渋滞が発生しました。こうした渋滞を避けるために、ネクスコ東日本などは予防的に通行止めを実施する考えを示しています。ネクスコ東日本などによりますと、高速道路の場合、こちら新潟中央ジャンクションを含め、 ご覧の赤色で示した区間で明日から通行止めとなる可能性が高いといいます合わせて並行する国道も同時に通行止めとなる恐れもあるとして注意を呼びかけていますまた JR 東日本は明日あさってにかけて多くの路線で運転見合わせや運休が発生するとして注意を呼びかけています